間らしい傲慢な欲で書いています。こういうふうに紙面を湿らせます。その伝統や文化は大事にするけど縛られはしないっていう、自分でデザインしたタトゥーを入れています。ピンクブラッシュアーティストのナゴンと申します。今は墨を使った作品を主に作っています。でテーマは流動性、なんか人の中に流れる感情だったり、なんか流れ続けている世の中だったり、そういうものの一瞬の儚さっていうのを残したいっていう、人間らしい傲慢な欲で描いています。